ソフトタイヤがね、あの、タイムが出ないっていうのが、まあ、昨日大問題だったわけですけど、理由はいくつかあって、ソフトタイヤの問題というよりは、このコースの形、コースの形的に、フロントタイヤに負荷があまりかからないサーキット、で、このセクター2、3が結局ずっと全開区間が多い、ストレート成分が多くて、 フロントタイヤに深く入るのがまあ22,23,24ぐらいなんで、どうしてもこれをずっと走ってる間にフロントタイヤは冷えてし,しまう。でもリアは冷えないっていうことで、あのフロントに熱が入らないというよりは、まあ、前後のタイヤ温度のバランスですよね。フロントが冷えててリアが温まるっていう、まあ、一番嫌な前後のバランスになっちゃうんで、そういう、あの、 前後バランスを取りづらいっていうのが一つありますよね。で、アタックに入る前にどうしてもみんな27コーナー、最初コーナーの手前でスローダウンして前とのギャップ開ける。まあ、セクター1、あの、やっぱり前の車の遠の影響を受けたくないんで、どうしても5秒とかのギャップみんな広げ、 開けてからアタック入っていくことすると、どうしても最終コーナーの手前にトラフィックができちゃう。で、そこでスローダウンするんで余計タイヤ冷えちゃう。ブレーキも冷えちゃうっていうことでみんなセクター1入ってて、いきなりターン1でロックしちゃうみたいなね。熱が全然入ってなくて止まれない。で、ロックしちゃう。まあ、止まれたとしても、その後の1、2、それから4、5、6、7、8、9、10、11みたいなこの、一番フロントが欲しいところでフロントのグリップがないっていう状態になっちゃうんで、 レイアウト的にやっぱり、あの、面白くない。<laughs> 面白くないっていうか、まあ、んな,んなんでこんなその、区間とクネクネのバランスっていう、バランスが悪いっていうとこですよね。まあそういうフロントは熱が入らない、でリアはオーバーヒートするっていうところで、要するにアウトラップの準備をしづらい。だから、 アウトラップした後ビルドラップって言って、まあ少しまたゆっくり走って前後ともバランスよく温める。ある程度まで温まるまでゆっくり走り続けるっていう走り方を。えっと、メルセデスとか、レッドブルーは結果的にそうなっちゃったのかな一周目アタック入ったら、ま一コーナー止まれなくてもう一周ビルドラップみたいな感じになってたりとか。メルセデスフェラーリはだから、あの、最初からビルドラップやるような感じの入り方してましたかね。ただまあ,あの、アルファタオリーとかみたいに、 アウトラップの次にもいきなりアタックっていうチームもあるし、ただそうするとやっぱりフロントよりもリアがオーバーヒートする傾向強いんで、そうするとクールラップ2周挟まなきゃちょっと辛いみたいなのもあったり、んなんかまあそういうフロントタイヤとリアタイヤの温度のバランスの管理がすごく難しいサーキット特に予選アタックっていうところになるとそうなっちゃう。でまあ1周が1分30秒ってことで、まああんまりビルドアップ挟んでやりたくないっていうのもありますしね。まあそれだけじゃなくて、 あとは、その、路面のグリップが結構高かったんですよね、最初から。みんな、その、新しい路面で、ドロドロしてるんじゃないかとか、グリップ低いんじゃないかと。まあ、ダスティーだったし、まあ、こういうちょっとね、ダスティー感が残ってるところもありましたけど、まあ、あの、セッション始まる前に、あの、トルコでもやったのと同じ高圧洗浄をやったっていうことで、まあ、ダスティー感は全くなかったし、 あの、オイルも全くなかったみたいで、FP1 からかなり高いレベルのグリップは発揮できてたみたいですね。まあ、それが、あの、チームとしては予想外というか、予想以上にグリップ高かったもんだから、全開率も高くなっちゃったし、セクター1なんかかなり踏めてましたよね。だからね。僕、あの、ね、このサーキット解説見ていただければわかるんですけど、あの、僕が走ってるセクター1よりも全然まだもっとみんな踏、最初から踏めちゃってましたからね。まあ、とはいえ9、0のあたりは、 ちょっとパーシャルですけど、で、11のところ、縁石乗っかって全開で走っていくみたいな感じでしたけど、だから相当全開率高かったんですけど、まあ、グリップのレベルが高いっていうこと、路面のグリップが高いっていうことは、あの、リアが滑らないんで、当然アンダー傾向になりますから、あの、それを見越して、その、路面のグリップレベル的にアンダーになりやすいっていう、とうか、リアが滑りにくいっていうことと、 で、ソフト履いたら余計にグリップ高くなるんで、余計にアンダー傾向になるっていうことを考えて、まあ、ソフト履いた時にはフロントのフラップ高くこう立てる方向に持っていくわけですけど、まあ、それをチームによっては、 まあ予想してた以上にもっと必要だった。まあそれこそ3ステップとか4ステップとかもっと上げないと無理っていう。まあレッドブルもそうだったし、角田くんも確かアタック最初にソフトで入った時に、あのアタック入った瞬間にもうアンダーひどくてこれどうしようもないってこんなんじゃドライブできないって言って、ピットに戻ってフラップアジャストして、 もう一回フラップ上げてアタック入ってきましたけど、まあ、それぐらい、あの、思った以上にアンダーが強くなっちゃった。路面のグリップ高かったことによってアンダーが強くなってしまったっていう。まあ、それが、どうしてもこういう、あの、くねくね区間が多いコース特性。まあ、16、17とか22、23みたいなこの、セクター2、3の中高速の s 字試験員もそうですけど、やっぱりフロント入ってかないとタイム出ないんで、 そこが、あの、ソフトタイヤ自体のグリップはあるんだけれど、タイムが出ないっていう傾向になっちゃってるところもあったかなと。前後のタイヤ温度のバランスだけじゃなくて、全体として路面グリップが高かったことでアンダー傾向に行っちゃう。予想以上にアンダー傾向になったっていうことですね。それともう一つ三つ目が、タイヤのそのソフトタイヤのぐにゃぐにゃ感 まあ、ムービングって言われますけど、ゴム自体が柔らかいと、どうしてもステアリング切った瞬間にグニャってなっちゃう。トレッドはまあ、あの、そんなね、何センチもあるわけじゃないですけど、こう、ステアリング切った瞬間に、ドライバーとしてはキュッてこうね、切った瞬間にキュッてフロントが入ってってほしい、パッとこう、クイックに反応してほしいところなんだけれど、ゴムが柔らかいと、 ゴム自体にグリップがあったとしても、グニャってしてからグリップするんで、ドライバーはグリップしてない感じがしちゃう。クイック感がないそうすると、ドライバーは、その、特に200キロとか250キロのコーナーで、自信持って攻めていけないっていう感じになるんで、 グリップポテンシャルとしてはあるんだけれど、ドライバーの感覚としてそこに攻めていけないっていう形になってしまう。というところで、ソフトでみんな攻めきれてなくて、タイムが出ないっていう感じになって。だから逆、逆算をして、ここのコーナーでこのソフトタイヤでステアリング切ると、えー、これぐらい遅れてグニャってくるよってまあ、グニャっと来て、これぐらい遅れてグリップ感するよっていうのを逆算して早めにステアリング切るみたいな。 ことができれば、ソフトのグリップを活かし切ることはできるんでしょうけれど、まあ、ね、さっきのルクレールのクラッシュの仕方なんか見ると、そういうのってちょっと厳しいですよね。それをやれと、理論上それが早いよって言われても、ちょっと難しいかなっていう気がしますけどね。というところでいろんな要素があって、昨日はソフトタイヤで、ね、 あまりタイムが出なかった。だから3つタイヤ温度の問題と、路面グリップの高さと、あと、ソフトタイヤのムービング、ムービングという、まあ3つの要素があって、ソフトタイヤはまあタイム出ないよね。で、実際ミディアムとソフトでコンマ3秒ぐらいしか違わないよねっていう状態になっちゃったんで、なんだかなって。まあしょうがないですけどね。あの、ここに来るまで路面の状況わかんないし、ピレリとしても持ってる5種類の中で持ってくるしかないんで、 しょうがないかなという気がします。まあ、あの、ね、別にソフトよりもミディアムが速くて何が悪いって言いそうな気もするし <laughs>。ま、別にそれでレース面白ければいいと思うんですけど。まあ、だからソフトはあんまり使いがいのないソフトタイヤになっちゃうかなって今週はいう気がしますよね。